今回の動画は衝撃、あなたがバイナリーオプションで上位 5% の勝ち組になれる賞を解説していきます。つまりこの賞をものにすることができれば、投資経験関係なく初心者でも誰でも簡単に稼げるようになるってことです。実際に飲食店を経営されている生徒さんに教えたところ、たった1週間で52万4000円稼ぐことに成功しました。これは生徒さんの1ヶ月の給料維持のお金がたった1週間で手に入ったそうです。単純にこの仕様を1ヶ月活用すれば、普通の人の給料の半年分ぐらいに匹敵しますよね。これエグくらいですか？確かにまだコロナの影響で製造業者や飲食店などっていうのは厳しい状態が続いています。まあどの業界もそうですが、こういった世界的な経済ショックの影響でいつどうなるかっていうのは誰も分かりませんので、そのために稼ぐスキルは大切です。でも正直今勉強するのってめんどくさくないですか？僕が同じ立場だったら正直めんどくさいです。でもあなたはこの動画を最後まで見るだけで稼ぐのに必要なスキルが身につくんです。この賞はエントリーポイントも多いので余裕で月100万を目指せるはずです。ですがこの週はプロトレーダーでも知ってる人は少ないので、期間限定にするかもしれませんので、習得できるまでっていうのはこの動画を何回も見返して、ぜひあなたのスキルにしていってください。またコメント欄で動画にしてほしい賞を募集しています。最良賞で悩まれていることがありましたらコメントください。概要欄に貼ってある LINE からでも個別で受け付けていますので、お気軽にご連絡もらえればと思います。では今回もやっていきましょう。もうおなじみですかね。今回もすでにチャート画面にインジケーターを挿入しています。今回使っていくインジケーター2つになりますので、設定数値などはしっかりと見ておいてください。まずはこちらの MFI からですね。こちらのナビゲーター開いていただいて、こちらの下の方にありますこのボリュームですね、こちらのマネーフローインデックスを選択します。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずパラメータ見ていただいて、こちらの期間を5と設定してください。で次にこのレベル表示のところで、デフォルトでこのように20と80と入ってますので、こちらをこのまま使っていきます。設定できましたら OK ボタンを押しましょう。でこちらの MFI になるんですが、相場の中の資金が買い売りどちらの方向に流れてるのかっていうのを価格と出来高から判断するための仕様になります。でまあ普段から僕もよく使用する RSI と似た特徴を持っていますが、 RSI は価格の変動幅のみを使っている仕様であるのに対し、 MFI は値幅だけでなく出来高も考慮されています。でこちらの数値の方になるんですが、 0% から 100% で推移し、 20% 以下売られすぎのため買いのサイン、 80% 以上は買われすぎのため売りのサインといった見方をしていきます。そしたら続いてはこちらですね、ストキャスティックス。こちらはまずナビゲーター見ていただいて、こちらのストキャスティックスオシレーター、こちらを選択します。そうするとこのような設定画面が表示されます。でこちらのパラメータのところで%経期間を5、%D 期間を3、スローイングを3、移動平均の種別をシンプル、こちらで設定をしていきます。で次に色の設定のところで、メイン線は水色、シグナル線はピンク色で設定をしています。でこのレベル表示のところで20と80とデフォルトで入っているかと思いますので、このまま使っていきます。こちらで OK ですね。でストキャスティックスはオシレーター仕様の一つで、設定した期間の買われてる勢い売られてる勢いを可視化することができる便利な仕様になってます。一般的に80以上が買われすぎ、20以下が売られすぎっていう風に言われてるんですが、買われすぎはさらに買われることもありますし、売られすぎはさらに売られることもあります。以上で設定は完了となります。それではメインでもあるエントリー条件をお伝えしていきます。そしたらこちらですね、まず最初に基準にしていただくのがこちらのストキャスティックスになります。こちらのストキャスティックスが20以下を推移していることを確認してください。そしてこちらのシグナル線に対してメイン線、こちらが下から上にクロスしたタイミング、こちらを基準にしていきます。その際に MFI が20以下を推移していることですね。これら2つの条件を確認した上で次足で半エントリーとなります。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。続いてのポイントはこちらですね。こちらも同様に半エントリーのポイントです。まず最初に基準にしていただくのがこちらのストキャスティックスになります。こちらのストキャスティックスが20以下を推移していることを確認し、このシグナル線に対してメイン線が下から上にクロスしたタイミング、こちらを基準にしていきます。でその際にこの MFI が20以下を推移していること、これら2つの条件が確認した上で次足でハイエントリーとなります。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。続いてのポイントはこちら。こちらも同様にハイエントリーです。まず確認するのがこちらのストキャスティックス、こちらが20以下を推移しているポイントで、このシグナル線に対してメイン線、これが下から上にクロスしたタイミングですね。その際にこの MFI が20以下を推移していること、2つの条件が一致したことを確認した上で次足でハイエントリーとなります。そうするとこのように陽線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。これ思ったより難しくないですよね。まあストキャスティックスも MFI も
20以下を推移してるってことを条件していますし、クロスしたところに着目するってだけなんで、すぐに覚えられるかなと思います。ただこの週はローエントリーのポイントもありますので、このまま一緒に見ていきましょう。早速なんですが、こちらですね。まず最初に基準にしていただくのがこちらのストキャスティックスになります。このストキャスティックスが80以上推移することを確認してください。そしてシグナル線に対して、こちらのメイン線が上から下にクロスしたタイミングを基準にしていきます。その際に MFI が80以上を推移していることですね。これら2つの条件を確認した上で、次足でローエントリーとなります。そうするとこちら陰線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。ここもそうですね。ここもローエントリーのポイントです。まず確認するのがこちらのストキャティクス。こちらが80以上推移している状態で、こちらのシグナル線に対してメイン線が上から下にクロスしたタイミングで、その際に MFI が80以上推移していること、これら2つの条件を確認した上で、次足でローエントリーとなります。そうするとこちら陰線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。そしたら続いてはこちらですね。こちらもローエントリーのポイントです。ストキャスティックスが80以上推移しているタイミングで、シグナル線に対してメイン線が上から下にクロスしたタイミングで、その際に MFI が80以上推移していることですね。2つの条件が揃ったことを確認した上で、次足でローエントリーとなります。そうするとこちら陰線形成されてますので、しっかりと勝つことができています。それではここで注意点です。ハイエントリーの場合、ストキャスティックスが20以下でクロスしたことを確認し、 MFI が20以下を推移ですよね。ただストキャスティックスと MFI が条件一致した際に基準とするローソク足、こちらのローソク足が20以上にあった場合はスルーしてください。したらこのポイントで見る方が分かりやすいですかね。このローソク足ではまだ条件を満たしておらず、2つの条件が一致しているのがこちらのローソク足です。ですがストキャスティックスはいいものの、 MFI が80以下にあること、このように80から20の間を推移してますので、エントリーは避けてください。まあ、過去チャートだと分かりやすいんですが、実践だとうっかりエントリーしかねないので、きちんと注意しながらエントリーをしていきましょう。それではここでワンポイントアドバイスをお伝えしていきます。それは取引を避けた方がいい時間帯についてです。市場のオープン時間前後は多くのトレーダーが一気に市場に参加するため、相場が荒れやすくなります。特にマーケットオープン後の1時間前後っていうのは避けたい時間の一つですので、避けるようにしましょう。価格が大きく飛んだりして負けを被るような、無駄に資金を溶かさないってためにも、注意点だったりワンポイントアドバイス、こちらをしっかりと取り入れていただいて、エントリーに生かしてください。そしたら今回はどうでした？今回は MFI とストキャスティックス、こちら2つを使った5分取引仕様になります。まあ、見るポイントがたったの2つなので、かなり習得しやすい仕様ですし、期待値もかなり取れます。で、直近相場をお見せしていたんですが、ポイント数も多く、即実践で活用できるようなスペックを持ってますので、勝ち悩まれている方や本気で稼いでいきたいと思っている方は、今一度手にしていただき、自身で体感してみてください。では今回はこのあたりでおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。